はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、たかぽんです。ではね、ちょっと続きを。よし、さてと、あ、そういえば弾使い切りまくったんだな。そうだそうだ、使いまくったんだ。で、ちょっと、え、外すっていう、そこ外す俺。ざまあ見やがれ、そこ外すか。ダメでしょ。なんでやるってのか。はいよ。なんかさ、すっごく来るから、ここさっさとどっか行った方がいいかもしんないな。さっさと行こう。うん、さっさと行こう。進め、俺も行く。受けてね、ほら、ほら、よし、俺はもうさっさと逃げるぞ。ここら辺敵多いな。家の中に入れ。大成功だったね。ちょっとあっちの方調べてくれよ。ビル、同じことを考えてる奴がいたってことだな。別の手はあるんだろう。命が助かっただけ感謝しろ。別の手なんてない。さっきので出尽くした。テスに伝えろ。こんな仕事は関係ない。何様のつもりかって。これはなんだ、知り合いか。フランク。誰だそいつ。俺のパートナーだ。あんなダサいシャツを着るのはあいつしかいない。噛まれてる。ここと、あと。じゃあ、きっと自分じゃなくなる前に。ああ、そうだな。バカなやつだ。こんなのがあった。ガソリンもある。俺のバッテリーじゃねえか、あの野郎。降りろ、早く降りろ。なんだよ、ったく。バッテリーは消耗してるが、まだ使えるが。つまり押してスタートさせれば、オルタネーターがバッテリーを充電する。本気か。別の手がいるんだろう。これがそうだ。どうする。押すからお前が運転しろ。うん、これ俺のじゃねえか。おお、これは助かった。じゃあお前、俺のものを取って逃げたのか。フランク、ちょっといろいろないかね。うん、分かってるよ。そうしよう。じゃあそっちが終わったら教えてくれ。はいよ。もちろんだ。おっと、お、弾もいっぱいあって、おお、すごいある。いっぱいあるねこれ、本当に。ちょっと待って、ナイフは何個だっけ今。回復も作ってこう。一個作れる。よし、爆弾も作るか。よいしょ。
こっちの弾じゃないな。マグナムか。リロードと。よしよしよし。メモだな。フランクのメモ。ビル、お前は町のこの辺りを恐れて近づかなかったから、この手紙を見つけることはないだろう。だけど、万が一これを読むことがあるなら、これだけは伝えておきたい。俺はてめえのことが大嫌いだった。俺はこの町とお前の傲慢な態度にずっと嫌気がさしてたんだ。俺は人生にもっと意味を見出したかった。だが、お前といたってそれは決して叶わないだろう。お前がいつもうるさく話してたあのバッテリー、あれは俺がいただいたよ。だけど結局はお前が正しかったみたいだ。この町から出ようとすれば命を落とすことになるってな。まあそれでもてめえと一緒にいるよりはずっとマシだ。あばよ、フランク。そういうことだったんだね。まあフランクの性格があれだからね。まあね、何が良くて何がダメなのか分かんないよね。いいか。いいよ。もうそろそろないかな。OK やで。もう完璧。ビル、こんなものを見つけた。メモだね。お前に渡しとく。そうだったのか。フランク。読むの早くねえか。バカすぎる。さあ行こう。大丈夫そうか。うん、大丈夫。よくやってるぞ。それだけは言っとく。心配しないで。よし、車を出そうか。よし、始めよう。頼むから動いてくれよ。一足に入れろ。もうやったよ。じゃあクラッチを踏んでろ。走り出したらそんなやり方ぐらい知ってるって。なんで知ってる。ああどうでもいい。しくじるなよ。エリー準備しろ。よし、エリー頑張れ。今だ。やべ。どうだ。早く。まだか。たく、おい、さすがだな。お前のせいで、ひどい一日になった。分かってんのか？エリー、準備しろ。よし、これでいけるだろう。よし、エリー、今だ。どうだ。よし、かかった。リザービル。ああ、感染者にも聞こえたはずだ。おい、ここでいい。止めろ。エンジンは切るな。ガキのせいで死ぬとこだった。でもあいつ本当に頑張ってたな。お前は絶対死んじまうよ。ああそうだ。ああほら、なんだこれ。ガソリンが入った車は結構残ってる。助かる。なあビル、お前のパートナーのこと辛いのはわかる。だからチャラだよな。そうだな。ならとっとと町から出てけ。
おい、寝てたんじゃないのか。わあ、あのさ、そうは見えなかったけど、この漫画結構面白いよ。でも問題がある。ここ、次回に続く。もったいぶっちゃって。どこにあった。ああ、ビルの家。だっていろんなものがあったから。他に何取った。あるんかい。ほら、懐かしいんじゃないの。おい、こいつは俺より前の世代だぞ。まあいい曲だ。ま、何よりマシか。お、これは今夜ビルが寂しがっちゃうかな。ん？文字は少ないけど写真が面白いんだよね。おい、子供が見るもんじゃない。わあ、この男こんなものつけて歩き回ってるわけ。もう見るな。いいから落ち着いて。どんなもんか知りたいだけだって。あれ、ページがくっついてる。ああ嘘、分かってるってば。それじゃ、さようなら。この曲、悪くないね。少しは寝とけ。疲れてないってば。ああ、まずいぞ。これは最高だ。どうするの？仕方ない。治療してあげる。シートベルトをつけろ。え、じゃああいつはピンピンしてるさ。出るんだ、早く。離せよ、腰抜き野郎。おお、死ぬって、それは死ぬ、それは死ぬって。やりやがった。俺が終わらせる。メリーが離れる。ふざけんなよ。何なのあいつら。大丈夫か。さあ行くぞ。危ない。こいつまだ生きてるのか。伏せてろ。さてと、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみ。